ご視聴いただきありがとうございます。ジョンギさんの講演は僕が最も行きたかった場所、天王塚蓮如の欅です。祖母に抱きかかえられ海へ入水する幼い天皇のお話、その安徳天皇の遺品が眠っていると言われている場所です。こちらが蓮如の欅と呼ばれるものです。なんだか馬のような姿にも見えてきます。安徳天皇は1178年から1185年までの間の短い生涯でした。平の清盛の娘建礼門院徳子と高倉天皇との間に第一皇子として誕生し、平家の長楽期にわずか 2、3 歳で即位。しかしこれは祖父である清盛の権力欲によるものだったとも。平家の長楽ぶりは清盛が亡くなった後著しかったようですし、源平最後の合戦壇の浦で源氏に追い詰められ祖母の新野尼が意を決した時、安徳天皇がどこへ行くのと尋ねると、新野尼は我らにとってもはや極楽とは言えないよとなりました。あなた様は幼いのでご存じないかもしれませんが、この波の下、海の底にも極楽浄土がありますのでお連れしますと。すると安徳天皇はその小さな両手を合わせ水面に向かい念仏を唱えた。その姿を見た新野尼はそれまで内心を悟られまいと気丈に振る舞っていたが、ついには溢れ出る涙を抑えることができなかったという。そして安徳天皇を抱きかかえ戦場から三種の神器と入水し海の底へ消えていったといいます。儚く散った幼い安徳天皇と平家一門の冥福を、この地で平定義は祈り続けたようです。平定義が守り続けた安徳天皇の遺品を埋め、その上に植えられた2本の欅が、やがて一つに結ばれ、蓮如の欅となり、縁結び、子授けの神木として拝まれるようになったようです。縁を求めるのではなくて、縁に感謝するために訪れました。7つか8つの幼子だったという安徳天皇はどんな気持ちで海へと手を合わせていたんでしょう。他にもいろんな見どころがあります。ここから離れるとき、蝶が見送ってくれているようでした。
安徳天皇は壇の浦で命を落とさず、その後も生き延びたという、そんな伝説も残る市も存在しているようです。また三種の神器のうち安徳天皇と共に海に沈んだ一つだけが相手方には渡らなかったとも言います。Thank you.